アジャコングは東京都秋島市出身の女子プロレスラー、タレント、女優。本名はシシドエリハナ。プロレスラーとしては OZ アカデミー女子プロレスに芸能活動はワハハ本舗に所属。1 0 0ラムを超える体重から繰り出すパワフルなファイトが特徴。アジャコングと点が入れられることが多いがこれは小表記でアジャコングが正式な名前である。父親が アフリカ系アメリカ人で母親が日本人。エリハナという名前は父親がエリ家族の花から命名した。両親は事実婚だったが幼少時に父の突然の本国召喚のため離別を余儀なくされ母子家庭に育つ。小学5年生の時に立川市から秋島市へ転居。小学校時代から母の勧めで空手を習い始める。中学卒業まで 婚結などとからかわれ毎日のように喧嘩をし、深刻ないじめに悩み続けていたという。中学ではバレーボール部に所属。中卒後、全日本女子プロレス入門。1986年9月25日、秋田県小菓子体育館の対豊田清泉でデビュー。当時ジャパン女子プロレスでプロデビューした1期生がちょうど同期であることから、 団体対抗戦ブームの頃には同期対決で活躍した。1990年に母が肝臓癌で死去する事態に見舞われたが、その悲しみをバネに奮起することになった。母の死去の際には、アジャは試合会場にいたが、突然理由を告げられずに試合の繰り上げを申し渡されたことで母親の死を察したという。その直後、 リング上で対戦相手が涙を流して向かってきたことで悲しい予感の的中を確信した。当初はブル中野率いるヒール軍団、極門島の一員であり、新人時代は極悪同盟のメンバーで中野の付き人を担当していたことから入門当時から現在まで講師ともにとても可愛がってもらっていると本人もたびたび語っている。しかし、 素人時代から部屋にポスターを貼っていたなど、クラッシュギャルズの大ファンで、長代ちぐさに憧れて入門し、ベビーフェイス志望だった、アジャにとってはヒールでの活動は不本意であった。今後は苦役で、長代とは試合をしたくないとの思いでとても悩んでおり、ヒールがリーダーのダンプ松本にその悩みを相談していた時に通りかかった長代からサングラスを渡され、 このサングラスが似合う悪党になれと励まされたことで、ふんぎりがつき、悪役レスラーの道を突き進んだ。このサングラスは、今も、大切に保管してあるとのこと。男子中心に興行を行っていた、ユニバーサルプロレスリングに、全女の選手が出場し、そのセコンドとして、リング下にいた際、フェイスペイントやモヒカン狩りと巨体により、観客から注目され、その後選手としても参戦した。 この試合が好評を得て、男子プロレスファンを全、女リングに呼び込むことに成功し、飛躍のきっかけをつかんだ。バイソン・キムラとアジャーバイソンのタッグチームを組み、試合内容で高い評価を受けたことで、男性ファン層を拡大し、メデューサとの一連の交想を経て、1990年代には中野に半期を翻して、同期のバイソン・キムラと共に、極門島を離脱し、 ジャングルジャックを結成。中野ら極門島とのヒール同士の構想を繰り広げ、団体対抗戦突入以前の全女を盛り上げた。特に、中野との構想は、金網デスマッチで、金網最上段からのギロチンドロップを受けたり、市内が粉々になるまで叩かれたり、タックマッチでは、盲腸の手術1週間後に強行出場し、試合中に、傷口が開いて、 大流血するなど過熱を極めた。団体対抗戦に入ってからは、アジアの持つ、和は世界シングル王座をめぐってのダイナマイト、関西とのヘビー級対決や、新人時代に苦手としていた、工藤恵と対戦した。また、1995年には、WWF の PPV サバイバーシリーズに、出場。モンスターリッパーやライオネスアスカ、渡辺智子と、チーム兵を組み、 アランドラブレイズ、井上京子、ジャパリーターサリ、長谷川咲エら、チームブレイズとのエリミネーションマッチを戦う。最後まで残ったアジャは当時の WWF 世界女子王者のブレイズを裏剣で倒し日本だけにとどまらずアメリカにもその名を広めた。1997年に全女を退団、小川博と新団体、アルシオンを設立するが、後、 小川と意見が対立した遺断ガイアジャパンへと戦いの場所を移す。2000年代は、ハッスル等の男子プロレスにも、活動領域を広げて活動。なお、ハッスルでは、リングネームを、本名から取ったエリカとしており、エリカ乙女軍団を率いて、高田アマゾネス軍との交想を繰り広げた。2006年に入り、さらなる飛躍を目指して、男子との対戦を開始し、 全米ナンバーワンタッグチームとも言われるチーム 3D との対戦を実現させた。レーザーラボン HG こと、住谷正樹のことが好きで2005年9月のテレビ番組にて愛の告白をしたこともある。HG からは友達から始めましょうという返事をもらい、こういう関係が生まれている。その後、HG もハッスルに参戦したが、試合での接点はなかった。 2006年10月23日に OZ アカデミー参戦を発表、チャンピオンベルトコレクターとして同団体の初代女王を目指すためと公言。後に、尾崎真由美の策略にはめられて OZ 入りしたと発言。2007年3月10日の新宿フェースにおける第25回 OZ アカデミー工業、女王誕生における OZ アカデミー認定。 無差別級初代王者決定トーナメント決勝戦で、長島近代を破って宣言通りに、初代女王となった。2007年12月25日のハッスルでの試合では、めちゃにイけてる、の、コーナー富士 TV 警察24時でもやった、沢尻エリカネタを披露、特にありません。別にという映画館での態度を真似し、金村金太郎に、 ネタが古い年と突っ込まれた。2008年1月、カルロス・アマノに王座を奪われると、松本博代、秋ナンバー、輝き優優をメンバーに迎え、小崎軍に続く派閥を結成。後に、チーム名を、ジャングルジャック21と命名。2009年1月には、松本博代と共に OZ アカデミー、認定タック王座を獲得した。二千十五年現在、プロレスラーとしては、 OZ アカデミーのほか、プロレスリングウェーブや DDT プロレスリング、仙台ガールズにも参戦している。特に、仙台ガールズでは、代表者、里村名子の最大の敵として、旗揚げ戦や、眼下低骨折からの復帰戦など、節目の試合などで、シングル戦の相手を務めることが多いほか、里村の良き理解者として、里村が主催するトークショーにも出席したりする。 2016年7月18日、後楽園ホールにて、アジャコング30周年記念工業、サマージャンボジを開催。2020年7月11日、超花火プロレスの社長に就任。1994年から1997年に、かけて、キリンビバレッジ社の清涼飲料水、キリリの CM で、瀬戸朝香と共演し、これがきっかけで、瀬戸が所属していた。 芸能事務所ホスターに全女対男時より所属し、テレビ番組にも出演するようになった。一途感や裏剣でお笑い芸人を殴るスタイルは有名となり、芸能人としても全国区の知名度になった。その後も数々のバラエティ番組に出演。2007年10月27日公開の映画、自虐の歌に、主人公の親友、熊本さん役で出演した。 2010年6月末、芸能活動の所属を、同年7月1日より、わはは本舗に移すことを発表した。遺跡理由は、居心地が良すぎると、居心地が悪くなるという、私のおかしな性質が、むくむくと頭をもたげてきてしまいましてと自身のブログで説明している。わはは本舗では、劇団本公演への出演は、 もちろんのこと、猫ひろしとのユニット結成なども計画にあると明らかにしている。同年8月、老人介護の闇を暴く映画、老獄、オールドプリズンで主演の看護婦役に抜擢された。全日本女子プロレスに所属した時に当時から現在まで可愛がられている一年先輩の北斗明によって、お前の顔って、あじゃって感じだよな、今日からお前のあだ名は、 アジャナと言われた。その後アジャのリングネームを考えるときに、団体のある偉い人が、ブラックサンデーという名前を考えた。しかし、別の偉い人により、こいつにはアジャって立派な名前があるから、ザージャはどうだということになった。ザージャだといまいち音の響きがしっくりこないため、一旦は本名からアジャシドで活動を始める。その後、もともと小柄だったアジャは、 周りから体を大きくするように言われて3年後に体重を数十キログラム増やして技を決めた時に胸を叩くなどの演出をしていた。この動きを見た団体の人からキングコングアジャって名前がいいのではとの話になると女だからクイーンコングアジャ長いためコングアジャに決まりかける。コングアジャで試合をしたが終了後にリング穴からコングアジャだとコールするときに音を伸ばしにくい。 逆にして、アジャコングにした方が呼びやすいとの提言により、アジャコングに最終決定した。後付けの理由で、アジアのキングコングの意ということになっている。全女には、いわゆる、参勤があったが、実際は、試合に影響さえなければ自己責任の下で多めに見て、もらえたので飲酒をする全女のレスラーはいた。アジャも、その一人である。ありがとうございます。